アスティどうも、アスティです。シスマジです。キシです。どうもよろしくお願いいたしま します。夢のコラボですあの夢のコラボって言っても僕のね YouTube 見てる人限られてるんだけど、これを夢だって思う人は数名しか多分いません世界にね世界に数名のために数名のために。いやでもすごいことですよ。いよいよこの日がやってまいりました。天気もいいです、はい、最高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速企画発表ですけども、はいよ、お二人に過去、やっていただいた町を知ろうシリーズ最新作です。はい、はい、実際今日行くのは東急線、東急線この、田園都市線でちょっと緊急事態線このね、今とちょうど通ってるね、あれに乗ってきます。あ、これか。そうですね、ちょっと緊急事態宣言下なので東京都はちょっと外しました。この場所、二子新地ですね。二子新地から中央林間まで、時間は10時から約16時ぐらいまで。タイムリミットありで、はい、16時までにゴールできればと思います。いけますか。いけると思いますエグザイルですそれで、サイコロで各駅にスゴロク方式です。で、降りたところではイベントも準備してますんで、はい、簡単に次の駅には行けません。了解しました。ではよろしくお願いします。押されてんね、うんだってでは1投目、これね、シスマキ作ったの。お、そうなの、うん、そうだよ。手作りサイコロ。じゃあ、キッシさんにちょっと買ってもらえますか、はい、目指すは9です。はい、9ありませんいいの、ここで。あ、いいですよ。よお願いします。はい、何 6だね。お、6詰めんの。うん、早速6。前回よりすげえぜ。すごいね。1とちょっとね、これが、あ、いいです。1、2、3、4、5、6、サギ沼、サギ沼、よろしくお願いいたします。じゃあここだな。見たよ、これ、うん、これも出ていいよってやつが出てきた。すごい。はい、どうも。どうも。はい、どうも。鷺沼着きました。はい。駅に降りたら、このカードで1枚引いていただいて、私が準備したところに行ってクリアということで。はい。で、ちなみにジョーカーがあるんですけど、ジョーカーはもう好きなところ選んでもらっていいです。はい。5箇所作ってあるんで。はい。じゃあ準備しまーす。じゃあこれを回っていくってことね。そう。なんか気になるやつある？カッパークだね。これね、カッパが出るんでしょ。 1とか2とかの、少ない数字の方が距離は多分ね短く作ってる。なるほど、うん、これ気になるの。カフェですと、そうそう、いきなりカフェ行ってもいいんだよ。行ったことないとこのカフェもいいの。行きたい。じゃあ聞いてもらいましょう。カフェだ、おしゃれかぶれやがって。まだ聞いてもいい。自販機でいいよ。行くぞ。違う。いきます。ここで切ってもらったよ。じゃん。4。なんだ。鷺沼北公園。シスマキ全然戦力にならなそうだね。
緑のところがさ、南公園ならあるけど、縮尺でかっ。これ縮尺でかいよ。ねねね、一日かかるこれ。この二人のノリ。下なんでそっち見んのよ。右の地図で。今そこだから、ね、北公園どこや、これ南側縮尺がでかいボケすぎる。あった、あった、あれじゃん、あれじゃん、でかした、ミスマッチやった、大きい公園だね。あ、こっちがダメなの。こっちがいいんだよ。おいいね。ではサイコロです。じゃあ振るけど見てて。ちょっと待って、もう持ってんの？持ってる。え、サイコロ大丈夫？オッケーです。いくよ。何が出た？何？ 5数えてくれ。今どこ？今鷺沼。1、2、3、4、5。藤ヶ丘です。よろしくお願いします。タレントの二人さん、サイコロがね調子良すぎでね、ちょっと終わっちゃう怖さがあるので、なんかそうやっていろいろやっててください。ビートルズ。提案があります。はい。順調なんで。はい。お茶しましょう。イエーイ。よし。まあ目は。中に開いてる。炭酸じゃないか。炭酸か。あれはいいんだ。でも大丈夫。僕なんか昨日炭酸しか飲んでない。薄い。さっきの？だからそうだから。好きなんじゃなかった。イカとホタテが好き。